者のひろこさんがあんたに言ってくれたの。ひろこさん、ひろこさん、ひろこさん、うん、ひろこさん、ありがとうございます。開けてみ。ひろこさん、出していって。お菓子、絞り袋と、あとは、うん、餌やね、あんたのね、うん、と、それ何、うん、あ、これレトロよ、ほら、うん、なんか色が変わる。これちょっと見せな。ピンバッチ、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、うん、今日この人半袖、うん、半袖、なんか上はなんかスカジャンみたいなの持っとるけど、これなんか入れたらいいやん、うん、かわいいやん、うん、入れ歯か、なんか入れとき、ヘッドホン入れる、うん、入れ歯、ないないしとこ、ないないしとこね。なんだこれ。あんたちょベルト見して、なんか色がついとった。チャック開いとる。出てくるよあんた、椎茸か。コロニする。何が出てくる。ナスビって言ったっけな。うん、違う。何やった。大根。あ、大根。てかさ、あんたド派手やね。てかさ、何これ。これ。これ。あ、鍵。なんか肉も乗っとったよ。まあ、痛い。あ、時計ピンクよ。奇抜いね、あんた、うん。緑にピンクって、これあんた、ボンクラカラーやん。違う、カラフル。あ、これ知っとる、昔のゲーセンのやつや。これあの、ソニックザ・ヘッジホッセガー。セガー。これレアもんやな。これめっちゃ人気よ。これ、500円ぐらいで、また中古屋で買ったろ。いや、これはね、でもね、ソニックの T シャツって、うん。これどこの、どこの？わからん。ソニックって書いてある。ソニックの T シャツってね、うん、プレミアがつくからね。そうなの、うん。てかね、この人喫茶店で横に座ってます、うん、私の。いいや。前に行きゃあんた。にゃー。にゃーじゃないって。にゃー。にゃー。セクハラ、セクハラ。パワハラ。セクハラや。どっちもだよ。パワハラもセクハラもしたる。ね。ちょっと見てください。これ手を今触りましたよ。お触り。うん、すいません。なんか変な動物がいますよ、席に。います。かわいいのがいますよ。あんた何歳ね、誕生日過ぎてん、何歳、誕生日。あんた今おっぱいに手が当たったよ。当たったの。腹の肉やん。腹やないってあんた。だから手は上に置いときな、もっぱかだろ。みんなお姉さんが見ようけん。どこのお姉さん。店の姉さんだ。店の姉さん働いとるって。見よるって、後ろが今覗きよったって。なんか変なぶっさけの男がおるって。違う。姉さん、なんでそんなにさ、なんかさ、町ぼっくりみたいになったの。髪の毛ね、バッサリ切ったの。切りすぎやん。そう。てかね、ちょっとあの夜ご飯のお店ね、1時間待ちやね。うん。今日多いね、土曜日やけんね。多い。あんた腹ペコやろ、もう。だって、あそこは何も食べてないの。うん、だけどね、今日はね、バイキングで、あんたのね、腹を満たしてやる。ね。食いまくっていいけん。元取らない、あんた損や。あんたみたいな人間は。食べてなんぼやから。元取れないのにさ、うん、絶対取り、今日は。取ろ。うん、いいよ。ね、うん。あんたやったらできる。うん、ね、あんた白豚みたいな色やね。うん、白豚。これ何？リストバン。どこの？マジカル。マジカルバナナ？マジカルバナナ。こちらマンデリンブレンド。はい。これがマンデリン。マンデリン？マンデリンだ。マンデリンってどういう？知っとる？分からん。マンドリルなら知っとる？分からん。ねえ、マンデリンって豆があるの？そうよ。めっちゃ顔匂ってみ？いい香りやろうが。うん、でもこれがマンデリンだ。コーヒーって大体同じ匂い。はい、乾杯。あんた安いのしか知らんけん分からんだけだ。何言ってんの？あ、いい香り。ドラちゃんはあんた喫茶店でバイトしてたっけ？喫茶店でバイトしとってもあんた飲むのは水やろ、もう、うん、なんか入れんの？あ、シロップとかなんか入れり？ちょっと待って、ミルク入れ？大丈夫、自分で母乳入れるけん大丈夫。出らんって。もう出らんかった。貧乳やから。あんた貧乳やろ。あ、貧乳。
うん、あんたさ、夜トイレ何回か起きる？起きる。何回ぐらい起きる？日によって違う。多い時は3回ぐらい。起きすぎやん。うん、やばい、あんた。そう、で、あの親がね、頻尿やから、うん、じゃあ、あんたも頻尿になる。そう、もうめっちゃ頻尿。え、起きてさ、トイレ行ってすぐ寝れる？あー、そのまま起きちゃう時もある。じゃあ寝れんやん。うん、いいや、寝れんでも起きときゃ。まあ寝れんでもいいけどさ。あ、美味しい、ちょっと飲んでみ。美味しいよ。いただきます。どう、美味しかろうか。うん、あのちょっとアメリカンで苦味は少ないね。アメリカンやない、全然濃いやん。いや、でもほらすごい酸味とか苦味はそんなに残ってる。ドキはい、ホキはい、行こう。お腹すいたろ。うん、すいた。ね、何でも取らんでいいやんか、あんた減るもんちゃるまいし。いや、あのさ、人も肖像権ってあるんやと思う。いいやん。よくないって。なんか言おう、なんか喋るよ。あんた人権侵害。うん、ブーじゃなくて。可愛いね、でもあんたは、うん、洋服だけ。いや、あの可愛い。可愛いよね。うん、うん、あのね、ドラちゃんはね、うん、学生の頃ファンクラブだったの。なんやろ。あったよ。マジ？うん、そうね、うん、よかったよ。でもドラちゃんの知らないところでなった。どこがいいちゃろうね。なんかブサイクなところが可愛いじゃない。ブサイクじゃない。あんた自分で可愛いと思っとろ。自意識過剰や。ずうずうしい。あ、思ってはないけど。ないけど、あのずっと言われとるから。うん、なんかそんなんかなと思って。今日はあそこで食べ放題。あんたいっぱい食べり、とにかくしゃぶしゃぶよ。しゃぶしゃぶや。うん、だからしゃぶしゃぶってノーパンしゃぶしゃぶ思い出すの。知らんって。そんな、あんたイブちゃんみたいな。あんた乾杯は先に食べたらいかん。はい、乾杯。食べたらいかんって、まずここに入れない。乾杯から先だ。ほら、今日はゆずあんで食べ放題です。あのドラえもんはあのね、食べ放題が一番いいもんね。あんたも質より量の人やけん。いや、憧れます。バクバク食べる。憧れます、ね、あんたみたいな人は。フランス料理を食べさせてください、うん、ありがとうございます。あんたどんだけ肉頼んだの。あ、はい、すいません。めっちゃ来たよ。あんたすごいね。ちょっとこんなも入れるんやない、ネギとか。こっちあるやん、2つ。いや、まだ違うやつやろ。とりあえず今あんた、あのバカみたいにもう頼んだやろ。いや、あの、お皿、うん、あ、卵なんでこんないっぱい来てんの。卵はすき焼き。あんたが頼んどったよ、バカみたいに。あんた、頼みすぎた。ちゃんと食べりよ、頼んだやつは。ね、残したらあんた罰金やけんね、私に。卵はどうかな。あんたまた寿司来たよ。なんだ、何皿食べるの。白ご飯よりもこっちの方がいいやろ。あんた食いすぎ。あんたバイキングとか絶対にさ、そうせんタイプやね。いや、すげえ。あんたの胃袋半端ねえもん。あんたぐらいこげん、あんた出だし好調なの。これほら、あんたぐる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 せな、箸で自分でせな。あんた餅入れようよ、これ鍋に。うん、餅入れよ。たっぽきとかもあるよ、しゃぶしゃぶの餅もある。しまた頼んだ、うん、ねえ、これ肉段になっとるよ。うん、入れ、うん、どんどん。今日はあんたが主役やね。バンバン入れて食べ。あんたそれ多分20皿ぐらいいけるよ。そげん肉入ってなかろうが。入ってない。ね。うん。うん。いっぱい食べて帰り。びっくりさせよう、店の人。ね。あいつ、やばいなって言われるよ。お相撲さんだって。出禁になるかもしれん、あんた。そんな、なるわけないや。
な味がする。これがすき焼きね。あんた肉ないやん、あんたがいっぱい食べて。ちゃんと入れりよ。じゃあこっちにないよ。いや違うって、こっちから食べたいって。あんたさ、自分だけ生き残ればいいと思ったろ。もう。これはこのままやろ。ちょっと待って。これは、このままやろ。これ辛いやつ。うわ、めっちゃ辛い。本当？あんた辛いのダメなんて。辛い。すごい大げさな。あんたびっくりするよ。本当？辛いやろ。僕なんて朝飯前だ。カモ、カモ。キュウリ。肉焼き1個ちょうだいってあんた。何を？それた。肉寿司た。1個入れてこに。食べてみ。醤油。醤油いらんやん。なんで？わからん。何や。天ぷら来た。天ぷら。タレかかってんな。塩やろ。タレとかないよ。どこにある？ポン酢？聞いてみよう。塩で美味しいよ。やだ。なんで？塩が美味しい。ダメって。なんで？ここに入れるだけやん。入れんげん。食べるよ。塩で食べてみよう。お願いいたします。すみません、天ぷらってつゆはない？まあ、天つゆございますよ。はい、一つ、はい、お持ちいたします。塩つけ、だから塩とかつけんでいいって言ったやん。いいよ、皆さんで。いいよ、別に。はい、肉ほら混ぜりて。はよ、はよ混ぜり。うん、あ、きゅうりおいしい。やらん。なんで？めっちゃ美味しい。一個千円。うん。じゃ千円。はい。めっちゃキュウリが美味しい。これね。やみつきキュウリっていう名前だから美味しい。うん。キュウリとかうま。頼んだ覚えないけど。私は頼んだった。あ、そう。あんた自分のことしか考えてない。あ、もう。もちろんほらすぐすぐほらもうペラペラ。もち、もう一個あるよ。これはすき焼き。うん。あ、もちおいしい。ねえ、めっちゃおいしい。もちすごいよ。肉バンバン。これ何の肉ね。鶏。あ、これ鶏。鶏鶏ほらいいね。あんたがやって。なんで？あんたの子年明けんた。あんたや、はい、やり。あんた入れる人、出し食う人。これはなんか入れんでいいの？なんか。はい。なんかいろいろ来たよ。何に合わせて入ればいいんだよ。うん、じゃあ好きにせえよ。なんか好きにせえよ、お前。お前がしろ。あんたこれ、これは？ねえ、これの。え？なんか。なんかポン酢ってどれねん？いや、ポン酢じゃなくて。泣いた？天つゆを持ってくるって言ったんやん。忘れとんしゃやん。いや、もう一回言い。あんたが言い。ありがとうございます。すいません、天つゆ頼んだんですけど、ま、すいません。絶対よくジジイやと思っとるよ。あんた半端ないもん、注文が。ほら、肉。しめじ。ね、シャカシャカポテトが食べた。シャカシャカして。なんか、これ美味しそう。なんか、全部ダメ。全部入れるくさ。これ、私が頼んだっちゃから。あんたも頼んだといいやん。バイキングやつ、見てよ。何味？バター醤油。
なんでやるけど、バターいらん、食べります。ほら、めっちゃ美味しそう。食べり。ほら、エビフリアもあるよ。ほら、名古屋のエビフリア。これ、エビフリアよ。これ、ちょっと待って、エビばっかりやん。エビ三昧やん。あんた寿司何貫食べたもん。もう30ぐらい食べたろ、あんた。だってご飯頼んでないの。すげえ、あんた。よう食べるね。あんま食べたらずうずうしいと思われるよ。思われんって。そんな、お店の人がそんな。思うくさ、あんたバイキングとはいえさ、食べ過ぎやろ。あんた餅頼み過ぎって。焦げいらんた、あんた。いるって。何枚頼みよろ、あんた。これ3枚ワンセットよ。ねえ、これ1回分よ。あんたずうずうしいね。一瞬や。ずうずうしい。1回で全部入れんね。なんで食べてからまた入れんとまたおにゃってなるやん。おにゃ食べるも私は。じゃあいいや。ちょあんた今取ったろうが。これもうすぐできるっちゃから。だしもうなんかあんまり肉よりこっちの餅の方が美味しい。あんたさ。何？火鍋食べるよ。は？火鍋の方。あんたも食べ。あんたなんで火鍋頼んどいてさ。だってあんたさ、すき焼き嫌いやろ。ほら。ほらほら、餅来た餅来た。いや、その前のやつがまだ。だから早うすくい上げって。ちょっと。うん。あ、トッポクチーズ頼んだ。でも多分ね、もうふやけときあんたにやる。肉来たよ、これ。ほら。これ牛や。どんどん食べな。もう多分これ肉は多分30皿目ぐらいかな。相当食べとる。肉入ります。ガンガン入ります。やっぱり日本人はすき焼きの味が好きや。そうだ、もうあんた一人の世界ね。いっぱい食べ。みえさんも一緒に。もうみえお腹いっぱい。もうこんなん入らんって思ったもんだから。あんたこっちの肉はほら、全部入れてしまい。でまた頼み、もう50枚ぐらい食べ。てかもう相当食べてるの。うん、40皿ぐらい食べとった。多分ここの席が今日一番大損した席かもしれん。絶対ないあんたが。なんかさ、遊びにいいんだよ。ジョイフル。今ジョイフルさ、コマーシャルしてるよ。ねえ、ここデザートさ、私好みなのがない。知らんて。バターないの。じゃあ厨房に行って作ってくれば。あんた。だってさ。ハローカメンスペシャル。なんかチョコレート系が少ない。だって卵かけご飯。卵かけご飯締めやろ。ご飯頼んだよ。卵あるもん。もうそれで締めないな、私。なんか、うん、で、ここの町は締め町。そうだ、締めやけ、締め町。あ、おいしい。あ、コーヒーが一番いい。これ絶対火強いと思うよ。緩め。一番先お客様ご案内します。締め町はこれ以上発展すると思いますか。締めとかあんた人口密度ナンバーワンにもなったやん。知らん、絶対ナンバーワンなわけないやん。ナンバーワンよ、あんたバカにしとんの。スカスカやないって、あんたギュギュったん。下手したら牛の数の方が多いかもしれない。あんたなんてこと言うの。この人は牛の数の方が多いとか言いよる。あんた失礼やねん。なんか来たよ。なんでこれは。うどん入りましたよ。なんか知らん。うどん行きますね。はいよ、もう一丁。はいよ、どうぞ若旦那。お召し上がりください。まだまだね、あんたの腹は腹2分ぐらいよ。私何にしようかな。なんかさ、デザートがさ、ちょっとね、プリンにしようかな。
濃厚キャラメルプリンにしようかな。それにする。うん、それにする。何時間やってるの？分からん。そんなでも深夜まで開けてないやん。もうこれ締めやから、ね、コーヒーと一緒になんかおやつ、卵かけご飯。おやつ。卵かけご飯とかあんたおやつみたいなもんか。いや卵かけご飯とか食べきらん。なんで？美味しいよ。あ、そう、めちゃめちゃいいや。美味しい。全然いけるし。うん。うまい。TKG わかる？卵かけご飯 TKG、うん、あれ世界でさ卵かけご飯が食べれるのって2分ぐらいなんで？なんで？あの卵が新鮮じゃないんだって他の国は。そうなん、うん、生卵が食べれる国なんて卵かけご飯にコーヒー。あのそれだったら卵かけご飯にコーヒー入れてお茶漬けみたいにして食べてくれたら、いやいやいや食べやん、バズるやん。あ、美味しい。でもこのプリンも頼みます。キャラメルプリン。なんだよ、美味しくないし。そんなのあんた文句あるのよ。そんなもん美味しくないし。卵かけご飯バカにすんな。みんな吸い取るて。まあ専門店があるぐらいだからね。みんな好きな人の方が多いよ。栄養もあるてよ。卵は1日3個までた。いくつでもいいと思うけど。卵食べなボンクラになるよあんた。私が賢いのはね、卵とね、ニンニクを食べるけど。いやもう絶対賢くないし。なんで？賢いわけないやん。なんで？どこが賢いの？賢いよ。あんたさ、ロッキータの暗証番号も覚えてないやん。ゼル賢い。ここのあの、このツボプリンはめっちゃ美味しい、このキャラメルプリン。後で食べよう。あんたさ、ぶっさいくやねん。あんたに似たんやん。あんたの方がぶっさいくやねん。やってるか、似らんし。あんたから生まれたんやろ。生まれんし。可愛い私かなあんたみたいなデブザルが生まれるわけないやん。でも生まれたっちゃからしょうがないやん。生まれんし。何言うの？あんたさ、なんかよく見たら顔が変。あんたも、あんたも変よ。いや、あんたの方が変よ。いや、あんたでもいいよ。あんたはね、その顔やけんいいとよ。よかったね。いや、みえさんもその顔やけんいいとよ。あんたほんとさ、なんかマッコウクジラ豚猫みたいな顔してよかったね。なんかさ、バケツがなんかパシャッと落ちたようなさ、粒がさ潰れたような顔してるけどさ、あんたも大福マンションみたいな顔しとるやん。あのさ、昔はさちょっと美しかったかもしれんけどさ。何が？もう何？時間が、時間の長いってポテト来たよ。あー、お腹いっぱい。残酷よ、ほんとよ。あんたみたいにヘチャムクレになると、多分今のお姉さんも思っとうよ。あんたなんかみすぼらしくて癒やしいなって思っとるって。顔に出とうもん、ズーズーしさが。絶対出てない。出とるって。顔に出るんよ、わかる？あんためっちゃ食うよね。いやもうお腹痛いなってきた。 あんた今まだ腹3分ぐらい。もう8分。あんたデザートも食べないけんやん、まだまだ。デザートはいけますよ。これとりあえず平らげ、うん、ね、これは平らげん、うん、平らげないけど。餅ガンガン入れて食べな。もうすぐよ、すぐ。ほら、ふにゃふにゃになっとる。あんたの顔みたいに。はよ、うん、なってないって。はよ、引き上げ口してあげて。はよ。でもさ、こっちあんま人気なかったね。あんたが食べんけんた。あんたが頼んない。もうそげん。もうね、私はね、そんなにバカみたいに食べれん。そう、食べんやろ。うん、私意外にあんまりね。あんたとかだってラーメンと餃子ぐらいで足りんやん。いや、足りるって。足りんって。あんたいつもあの、大飯ぐらいのバカ熊みたいな、そんな感じやん。日頃だってお金ないから食べてないもん。どうせ餃子っておごりやん。
食べ。今日はね、うん、あんた置いて帰ろうかな。なんで？あんた皿洗いしてこいよ。今そんな時代じゃない。あんた今日いくら持っとる？1000円ぐらい。やっぱり。なんで？いや、あんたいつも1万円が入っておくことの方がないもん。ないよ。うん、あんた貧乏やから。いや、あんまりほらお金を持ち歩くとさ、使っちゃうから。持ち歩くとあんた別に家に溜め込んどるわけじゃなかろうもん。まあね。偉そうに言うなよ。なんか、ちょっと待って、料理いろいろあるんですよ。これでしょ。で、寿司からまあしゃぶしゃぶでしょ。おかずでしょ、野菜でしょ。で、うるさい。で、あ、こんなんもあるよ。ねえ、お三点、ほら。なんか、いる？何？いらんけ。春雨とかもある。なんか、なんやろかんやろ、めちゃくちゃあるね。デザートからドリンクまで。こう、お子さん連れとか大食いの人にはいいね。ね。そうだけど、値段が高いかも。値段高いってあんた、こんだけ食べとったら上等った。元取ったってあんたは。あんた元取ったよ。取ったって。どんだけ肉食べたあんた今日。だって肉って薄いよ。薄いけどあんたもう相当食べとるよ。食べてね。食べとるって。はい、全部平らげ。デザートいるやろ。終了だい、そろそろ。なんかさ、急にさ、でもなんかこの味に飽きてきて。あんたあんだけ食べたら飽きるやろ。なんかポテト美味しくない、水っぽい。もうタラタラやな、あんた。いや、なんかさ、あんたとりあえず胃袋に入ればいいやん、もう。ね、豚ゴリラはあんた、食べてなんぼた。ね。食べり。いや、あんた、そんなあんた。もうあんた腹パンパンやろ。コナン君の中の原爆みたいなこと言うな。あー、パンパカリー、もうお腹いっぱい。でもさ、なあ、コナンのさ、原作者ってさ、すごいお金持ってるよね。あんたは持ってるわけないやん。あんた何持っとん？贅肉ぐらいか。そいいよね、贅肉でもね、持っとったらね。いらん、何の役にも立ったんけど。おいしいポテト？おいしくない。なんかやっぱりあのマックのポテトに比べると違う。あんたね、すぐ食べんけんた。もうしなしななっとろうが。だってマックのポテトってしなしなっても美味しい。ここに来てマックとか言わん、あんた。マクドナルド。マクドナルド遅いね、デザート。ほら、ラストオーダーの時間が近づいてきましたってよ。頼んときあんた、損けるって。損けるけんね。私がお金払うっちゃうの今日。食べとき。あんたにはできれば3日分くらい食べてほしい。あんたやったらいける。あんた締めを頼んでないや。締めは、締めはいらん。食べりて。はい、はい、はい、てかあんた、なんで緑茶2つ頼んだの？これうち？緑茶頼んだけど1個だったのに。2個来たよ。指が太いけん2になったっちゃうの。かもしれない。そうった。プリンまだいけるじゃない。あと4つぐらい食べたら。あとシャーベット頼んだ。まだいける。あのズボンのボタン開けてん。まだいけるって。開けた？やっぱり。でこれで帰ってあんた寝たら牛になるだけやね。食っちゃね、食っちゃね。失礼します。ということでございます。これシャーベットすごいね。なんかあれ、なんかね、3色あったんやけどさ、選べる。3色来るのかと思ったら3つ頼めばいいじゃん。いや、なんか頼めない。
で。ほら。何が来るかわからんってことはシークレットだ。何味？桃？いちごなんだけど、これシャーベットじゃない、アイスだよ、多分。いいって文句言わんで、食べり？シャーベットって書いてある。いいってシャーベットだよ、それは。ここではシャーベットだよ。なんかドリンクがいっぱい来た。なんかいっぱいあるよ、あんた。もう全部飲み。これ全部飲んだらシャーシャーになる、シャーシャー。ほんとよ、すごいな、あんた。緑茶が最初からあるんだったら緑茶にしてるよ、うん、遅いって。まあいいや、まあいいた。これを飲み終わる、食べ終わるまではお店行ってなくてもいい。とりあえずあんた、ほら、ポテト。なんで？いや、私コーヒーがあるもん、あんたが頼んだよ。え、コーヒー頼んだ？コーヒーある、また頼んだ。おいちいやろ。まあ味は薄いけど、うん、薄味ぐらいがいいって、ちょうど。そうそう、ね、いっぱい食べた後だから、うん、そうだ。お腹がびっくりするって、ここあったら、ね、味が薄くても、うん、お茶飲みお茶飲みな。あと6分や、あんた。遠慮せんでいいよ。遠慮はしてないけど、もう。もう死ぬほど食べた、うん、満足？満足、よかった、うん、あんたが満足ならそれでいいだ、ね。でもさ、うん、トラちゃんの誕生日3月だったもんさ、うんうん、なんで お誕生日会だ。違うって、私聞いたよ、あんた忙しかったやん。忙しいって返事来たやん。だってその日だけや。何が？だからいつが空いてますよとか私に送らんけんたい。わかった。送っても忙しいって言う。何が？だけど絶対忙しいしか言わない。いやいや、空いた日じゃないと会えんって。忙しい忙しいってなんかさ。いや、だけちゃんと時間作ってん。なんかさ、ビジネスマンみたいにさ。黙れ。なんやお前。ちゃんと時間作ってん。なんかお前さ、なんか証券マンみたいにさ、忙しい忙しい。何が忙しいんだよ。お前も忙しいって言ってん。あんた性格悪いね。お前あれやろ、電話でさ、強盗指揮するさ、ルフィみたいなやつだ。バカやな、あんた。あー、桜が綺麗な季節やね。あー、桜咲いてるけど、天気が最近雨多いからね。だけね、もうね、ちょっと散ってしまったところもあるね。花の命は短いね。あんたの命は何かかろうけど僕は死にませんって言わない。いや、そんなん知ってる人は昭和のド定番なの。あんたよ、もうあんた令和よ、時代は。だってトラちゃん令和見てん。いや、全然違うし。令和見てん。はい、平らげ。もうすぐやな、もうほら、あと4分で帰るよ。いや、帰らんって。これを全部違うって。あんた4分したらもう帰らな。違う、オーダーストップ。そうだ、だから終わりたい。だからビル、ここにあるもんは食べ飲みしていいよ。帰らない、いかんに決まっとるもん、普通に。じゃあオーダーストップや、帰れって。違うって、お前帰れオーダーがストップした途端に帰らない。いいけ、とっとと犬小屋に帰れ、もう本当に。あんね、片付けがあるっちゃ、お店も。いや、それ閉店やん、それ。あ、もうあんたこんな時間やから、ほら、とっとと帰らんと悪いやん。いや、悪くない、みんな食べてるやん。みんなは後から来た人たち。だからオーダーストップが早飲み、ブータラ言わん、うん、ガンガン飲みやん、丸飲みたい。